皆さんこんにちは、こつばです。今回のこつばチャンネルの題名はこちら。織田家に生まれた姫たち。夫が侍人、女城主、天目山で主家滅亡、そして改易滅亡ということで、今回は織田家に生まれた姫たちを紹介していきたいと思います。とは言っても織田家に生まれた女性は非常に多くてですね、今回は全員紹介とまではいけないので、一部ピックアップして紹介したいと思います。織田家の姫たちは嫁ぎ先様々で、その後の人生もそれぞれ大きく異なっています。今回のどうする家康では、すでに出ている人物もいれば出てこない人物もいるかと思います。それでは早速行きましょう。まずはこの人、織田信長の娘で松平信康の正室、徳姫。1559年から1636年、五徳とも呼ばれる彼女はどうする家康でも大きな風を起こしています。どうする家康では乃木坂46の久保史緒里さんが演じられています。1983年の大河ドラマ徳川家康では田中美佐子さんが演じられていました。母は生駒市出身の狐と言われています。この狐は大河ドラマなどではよく信長の寵愛を受けているシーンを見ますが、利家と待つ加賀百万石物語でも反町さん演じる信長に大切にされているような描かれ方をしていました。その二人の間に生まれたのがこの徳姫となります。以前のどうする家康では久保史緒里さん演じる五徳が岡田さん演じる信長にほっぺたをつままれるシーンがありましたが、あのシーンだけだと恐怖を感じますが、信長からは愛されていたと言われています。織田徳川家の同盟により、そのつながりの証のため1563年に家康の長男の信康に嫁ぐことが決まっています。この信康と徳姫は同い年となるわけなんですけれども、1567年に9歳で信康の元に嫁ぐこととなります。家康としては岡崎城に子供が一人増えたような印象でしょうか。1570年には家康は浜松城に移っておりますので、信康は岡崎城主となり、徳姫は信康を支える立場となりまして、かつ織田徳川をつなぐ架け橋になる存在となりますが、ある意味徳川を押さえつけておくための存在ともなっているかと思います。二人の間には1576年に長女徳姫、1577年には次女熊姫が生まれています。その後、信康、徳姫は不仲になったと言われています。数々の理由が挙げられていますが、男子が生まれないことで築山殿が側室を迎えさせた、信康の性格が荒れていた、様々な問題がこの岡崎にはあったことが考えられています。この前のどうする家康でもシーンとしてありましたが、織田信長の娘ぞというシーンがあったんですけれども、信康、徳姫、築山殿の各々の行動、性格が全て災いし、最悪の方向に向かっていったのではないかと思います。そして1579年に徳姫は父信長にそれらをしたためた訴状を送ることになります。そこには信康の乱暴な行動や築山殿の武田との内通について記載されていたとされ、徳川家にとっては万事休すというような状況に陥るわけです。この訴状には後年の付け加えなどもあり、内容の精度はさておき、徳姫の不満ボルテージがマックスに達したのは間違いないかと推測されます。天下の織田信長の娘がなんでこんな思いをしなければならないのかなどと思ったのではないかと想像してしまう部分があります。しかし徳姫も若干21歳ということで、まだまだ若気の至りがある年頃で、夫婦喧嘩の延長での出来事とも言える部分があるかと思います。そして築山殿信康の最後には諸説ありますが、こうして1579年に築山殿は亡くなり、夫信康は自刃することとなります。徳姫も信長に訴状は送っておりますが、この二人がどのような結末を迎えることになるかまで想像していたのかというところに関しては疑問に思ってしまう部分はあります。翌年の1580年には徳姫は織田家に戻ることとなったとされます。しかし1582年に父信長、兄信忠が本能寺の変で応死すると、自兄の織田信勝に保護され、1590年以降は母の狐の生家生駒氏の本領の尾張の国郡村で暮らしたとされ、関ヶ原の戦い以降は尾張を治める義理の弟にあたる松平忠義の庇護を受けています。その後は京都で隠姓していたとされ、1636年に78歳で亡くなっています。非常に長命で、1636年はすでに徳川家光の治世となっています。
今回のどうする家康でももうすぐ1579年を迎えますが、この徳姫五徳が長命であることを考えると、彼女は後半にも出てくるのではないかと予想してしまいます。続いてはこの人、織田信長の叔母、お通夜の方。生年不明で没年1575年、戦国時代に複数いた女城主の一人と言われています。信長の叔母にあたり、織田信貞の娘として生まれ、信秀の妹にあたる女性となります。今回のどうする家康には出てきておりませんが、織田家の女性の中でもインパクトが強い女性となります。生年不明ですが、信長に年が近く年下の叔母と言われています。美濃の斎藤道三が存命中に斎藤氏の重臣の日比野清実に嫁いでおりますが、道三亡き後、美濃と尾張の関係は悪化し、1561年には信長に攻められ、夫の日比野清実が討ち死にしており、その後に2度目の婚姻があったとも言われています。そして3度目の婚姻は東美濃の勢力の遠山氏に嫁ぐこととなります。遠山氏は、もともとは鎌倉時代の遠山景友から始まる名族となります。この遠山景友の父は源頼朝の信任が厚くて、伊豆での挙兵時からの功労者の加藤景門となりまして、頼朝より美濃の遠山の将を与えられ、岩村城を本拠地として遠山家はこの地方を治めていくことになります。そしてこの地を治める遠山氏を織田方に引き込むための婚姻ともなります。お通夜の方が嫁いだのは遠山氏の宗家、岩村遠山氏の遠山景友となります。遠山景友は武田ともつながり、かつ織田家ともつながっているという状態になります。このお通夜の方と遠山景友の間には子供が生まれぬまま、遠山景友は1572年に亡くなってしまいます。信長はこのタイミングを逃さず、東美濃を完全に掌握するために、この岩村遠山氏に実子の御坊丸を養子として岩村城に送り込み、遠山氏を支配下に置きます。遠山氏は岩村遠山氏を宗家として、遠山七島と呼ばれる七家に分かれていましたが、この信長の行動にその他家からも反発があったとされています。この七島の中の苗木遠山氏の本拠地の苗木城は雲海が見られることで有名なお城となります。この岩村城に入った御坊丸は幼く、政務を代行したのはお通夜の方となり、女城主と言われるゆえんとなります。しかしこの東美濃に対して武田信玄は家中の猛将秋山ほうきの神虎重を差し向け、岩村城を包囲しています。お通夜の方はこの岩村城で籠城しますが、信長からの援軍も見込めず、秋山虎重が提示してきた海上条件である、自分と虎重が婚姻すれば城兵は全て助けるという条件を飲み込み、こうしてお通夜の方は秋山虎重に降伏することになります。お通夜の方としても喜んでの会場ではなく、泣く泣く受け入れるしかない状態となりまして、あとは城を枕に討ち死にという選択しか残っていたことは間違いないかと思います。なお虎重は後ほど岩村城に入ったとも言われています。そして信長の実子の御坊丸は甲斐に送られてしまいます。信長サイドからしてみると最悪の状態と言っても過言ではない状況で、かつお通夜の方は秋山虎重の妻となっている事実は由々しき事態とも言えます。ここから2年間は秋山虎重が岩村城代としてこの地を治めています。そしてこのお通夜の方にも悲劇の時が近づいていきます。1575年に長篠の戦いで武田勝頼と信長家康連合軍が激突し、武田軍は大敗を喫することになります。これにより信長は東美濃を取り戻すべく信忠に岩村城を包囲させています。これに対して虎重は勝頼に援軍を要請しますが、武田信豊、小山田信重が援軍となる予定でしたが、遠江での戦いの影響により兵を割くことができませんでした。虎重は状況を打開するために夜襲を仕掛けますが失敗しています。そしてその後勝頼は援軍を編成するも、到着前に秋山虎重は城兵の除名を条件に降伏解除しています。しかし信長はその約束を破り、虎重は岐阜に赴いた際に捕獲され、お通夜の方ともども長良川の河原で逆さ張り付けで処刑されておりまして、城兵も殺害されてしまっています。信長はこのお通夜の方の行動に対して非常に怒っていたとされ、最初からこうすることを決めていたと思われます。この岩村城の陥落は武田方にとっては見殺しのようにも映り、武田方の士気に大きな影響をもたらすこととなります。こうして信長の叔母お通夜の方は戦国の世に身内の手によって散ることとなります。続いてはこの人、
信長の姪で先ほどの遠山家の娘劉尚院、生年不明で没年1571年。この劉尚院は先ほどの遠山氏に関連している人物となります。どういう形で織田家の姫ということになるかというと、信長の妹が先ほど出てきた遠山一族の遠山直門に嫁いでおりまして、その間に生まれているのが劉尚院となります。この遠山直門は岩村遠山氏の遠山景前の子供となり、先ほどのお通夜の方の夫の景遠の弟となる人物です。後に苗木遠山氏を継ぐことになり、苗木勘太郎を名乗っています。劉尚院は信長の妹の娘にあたり、姪という位置になるわけです。織田家と武田家が婚姻関係となる際は、この苗木遠山氏を仲介し、劉尚院は信長の養女として信玄の四男四郎勝頼に嫁ぐことになります。勝頼と劉尚院の間には1567年に後の武田家当主となる武田信勝が生まれています。しかしこの劉尚院は産後の肥立ちが悪く、1571年に亡くなったと言われています。信勝はこの後の1582年の甲州征伐では勝頼と共に最後を迎えています。劉尚院はこの武田家滅亡の11年前に亡くなっているということになりますが、自分の子供である武田信勝は養父であり叔父である信長に滅ぼされて、子供である武田信勝は京都にさらされるということを考えると、これも直接的ではありませんが悲しい結末となっています。改めて遠山氏は領地的な問題で織田家武田家の狭間にあり、大きな影響を受けていることがわかります。続いてはこの人、信長の娘で蒲生氏郷の正室総王院。1558年、もしくは1561年生まれ、没年1641年。信長の娘として生まれておりまして、織田方に従属した六角氏の元重臣の蒲生片秀の子供の氏郷に嫁ぐことになります。この蒲生氏郷に嫁ぐことになった経緯としては、片秀が織田方に下った時に氏郷が岐阜城に人質として送られて、信長はこの氏郷を見てただ者ではないと器量を見抜き、娘婿にすることを決めたと言われています。氏郷の元服の際は信長自ら烏帽子親を務めておりまして、今後の氏郷への期待の高さを感じることができます。岡和城の戦いで初陣を飾り、総王院を妻として迎え、居城の近江日野城に戻っています。蒲生片秀氏郷といえば、やはりこのイメージでしょうか。1582年に信長が本能寺の変により応死した際に、父蒲生片秀は安土城に在城しておりまして、氏郷も安土城に駆けつけ、信長の一族を居城日野城に避難させて籠城しており、光秀からは何度も味方になるように促されますが、義父信長への恩から突っぱねています。その後は秀吉に属し、多くの大戦に参陣し功を挙げている人物となります。1590年には会津90万石に違法となり大大名となります。そしてこの氏郷と総王院の間には、息子の蒲生秀行、娘の前田利政室を設けています。蒲生秀行は1583年に生まれておりまして、1595年に父氏郷が急死すると家督を継いでいます。この時秀行若干13歳となります。しかしその後は家臣同士の対立等もあり、秀吉の命により会津90万石から宇都宮18万石に違法となっています。またこの蒲生秀行は秀吉の命により正室に家康の娘振姫を妻として迎えておりまして、蒲生忠郷忠友兄弟が生まれています。この兄弟は信長のひ孫にして家康の孫にあたり、この蒲生家はその時代にあった背景をバックボーンに持つことになります。蒲生秀行死後は家督は忠郷が継ぎ、その後は子供がいなかったことから弟の忠友が継ぎ、またしても後継ぎがいなかったことから無子断絶となってしまっています。この氏郷に嫁いだ総王院も非常に長命で、子供の秀行、孫の忠郷、忠友を先に見送ることになり、1641年まで生き抜いておりまして人生を全うしています。信長の娘でありながら徳川家光の治世まで存命だったということになります。最後はこの方を紹介します。信長の妹お市の方、1547年から1583年。今回のどうする家康では北川景子さんが演じられているお市の方、戦国時代を生きた悲劇の女性としても有名です。
その美貌からいろんなドラマで小田家臣たちの目がハートになっているように描かれておりますが、よく見るのは柴田勝家や秀吉がお市様というような描写をよく見たりします。信長と同盟を結ぶことになった小谷城の浅井長政のもとに腰入れし、3人の娘茶々、初、郷が生まれています。それぞれ茶々は秀吉の側室となり、豊臣秀頼を、初は京極高次に嫁ぎ、郷は徳川秀忠の正室として家光を生んでいます。1573年には信長が浅井家の居城小谷城を攻め、浅井家は滅亡。その際にお市の方と3人の娘は保護されています。そして1582年には織田家重臣の柴田勝家に裁可しますが、勝家は1583年の秀吉との戦い、賤ヶ岳の戦いに敗れ、居城の北の庄城で勝家とお市の方は自害し果てることとなります。お市の方も悲しい末路を迎えることとなりました。ということで、今回は織田家に生まれた姫たちの一部を紹介させていただきました。織田家には姉妹や子供が多く、多くの姫たちが家臣や他家に嫁いでおりまして、様々な人生を送っておりますが、今回はその中でも5人をピックアップさせていただきました。五徳こと徳姫、そして総王位はなんと家光の治世まで生き抜いており、信長の子供の中でも乱世を生き抜いた形となりました。逆にお通夜の方やお市の方といったような歴史上においても悲劇として語り継がれるような人生を送った姫たちもおり、やはり戦国時代の激動の時代に巻き込まれてしまっています。あと数十年で天下太平というところまで来ているタイミングですが、その最後の戦国時代に多くの人物が戦がなくなることを願いながら過ごしていたと考えると、天下統一事業とは何かをまた考えさせられることにもなります。本日は骨場チャンネル、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。